中原区の南部に位置する井田山。勾配のきつい坂道が多くありますが、山の大部分は住宅地として利用されています。去年9月、この井田地区で地域の人たちが集まってコミュニティカフェを開くことになりました。井田山カフェと名付けられたこのカフェは、月に2回有料老人ホームに場所を借りてオープンしています。私何年も前から持っていたんですけれども、ここは本当に山の上で生活がしにくいところなんですね。皆さんの方が嬉しかったんですけど、そういう一人暮らしの人たちが山の上で集える場所が欲しかったです。この日も美味しいコーヒーを楽しみながら、おしゃべりに花を咲かせようと多くの近隣住民が集まっていました。カフェがオープンするのは午前中の1時間半だけ。100円で誰でも利用することができます。こういうところで一緒にお茶をいただいて、話なんかしてると、よそで出会っても気がお話ができるようになりましたね。すごい楽しいです。嬉しいですね、こういう機会があって。温かい雰囲気に包まれた井田山カフェ。利用者をもてなすスタッフは、町内会の呼びかけで集まったボランティアです。スタッフは事前に3日間の研修を受けています。おいしいコーヒーの入れ方はもちろん、体が不自由な利用者を支えるため、車椅子の使い方や認知症サポーターの養成講座も受けています。私たちはボランティアなんだけど、そういうことが全然苦じゃなくて、逆にこういう皆さんの笑顔とか話し声とか声をかけてもらったりとかするのが、なんかエネルギーになるような感じで、やってみたらもうやめられないみたいな。月に2回しかオープンしない井田山カフェですが、おいしいコーヒーと温かいもてなしが評判を呼び、井田地区以外から足を運ぶ利用者も増えているそうです。こういう場所が、ね、あるっていうのを初めて、皆さんよくして、ね、いただいて、お話ができるってことがね、一番ありがたいですよね。お友達に会うっていうのがすごく多くて、井田山カフェは毎月第2、第4金曜日の午前10時から11時半までオープンしています。上丸子小学校で6月15日、6年生を対象に命の大切さを学ぶ特別授業が行われました。授業には近所に住む45組の赤ちゃんとその保護者が参加。子どもたちが赤ちゃんと触れ合うことで、命の大切さや尊さを心と体で学び、いじめや非行の防止につなげてもらおうと毎年行われています。今回で12回目を迎えました。叩いてつねって、はい、恋だ。こちらの男の子はなんと12年前、赤ちゃんの時にこの授業に参加していたそうです。当時の記憶はないけれど、赤ちゃんを抱っこしてみて改めて命の重さを実感したと語っていました。お兄さんお姉さんたちと触れ合うことがなかなかないので、こういう機会が作ってもらえてすごく嬉しいです。お兄ちゃんたちと遊んでもらって子どもも嬉しいし、子どもたちにもきっと小学生にもいい刺激になってるんだろうなと思って、自分の子どもたちが大きくなっても続いててほしいなと思いました。赤ちゃんのやっぱり命の大切さがよく分かりました。
また母親から子育ての大変さや喜びなどの体験談を聞くことで親の愛情についても理解を深めていました。1000円のメニューやサービスで街を活性化しようと、武蔵新城駅周辺で6月18日から21日にかけてフラットせんべろが開催されました。武蔵新城のせんべろははしご酒が楽しめるように、駅周辺の58店舗が期間限定で1000円のお得なメニューを提供。またより多くの人に興味を持ってもらえるように、飲食店だけではなく占いなどのサービスを提供する店舗もこのイベントに参加しています。商店街がとにかくすごい充実してて、各商店頑張って、個人商店が多いんですね、頑張ってるんですけど、なかなか町の人たちがそこに出て行けない環境、行かない環境があるのかなと思ってて、そういうイベントをきっかけにですね、いろんなところを飲み歩いてもらって、商店、町を楽しんでもらえればいいかなっていうのが最初の、きっかけというか思いですね。豚料理専門店とんかもんでは、ドリンク2杯とボリュームたっぷりでジューシーな自家製ローストポークが今回のセット。さらにお得なサービスも。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃんけんに勝つともう一杯おまけと大盤振る舞いでした。あ、この店ってなんか行きたいけどなんか一人じゃ嫌だなみたいな、そういう店にね、入りやすいんですよ。でもこれがいいんですね。1000円で気軽に楽しめるせんべろ、次回は10月に行われるということです。こんにちは、長良っぱ祭り実行委員会です。7月15日長良市民館で恒例の長良っぱ祭りを開催します。今年のテーマは今日の出会い、明日の仲間、みんなで作ろう私たちの街です。キッズコンサートや伝統芸能、体験教室、景品のもらえるスタンプラリーなど盛りだくさんです。子供から大人まで楽しめるお祭りです。ぜひ遊びに来てね。こんにちは、小杉盆踊り大会実行委員会です。夏になりました。暑くなりました。盆踊りの季節です。今年も盆踊り大会をやります。開催日は7月20日、21日、16時から18時まで、コアパークで開催します。今年の盆踊りはいろいろな企画がいっぱいあるよ。日本人も外国人もみんなが参加できて、もちろん参加は無料。模擬店もいっぱいあるし、子どもたちにはお菓子のプレゼント、それから浴衣コンテストもあります。みんな来てね。待ってるよー。